皆さんこんばんは。大吉チャンネルの大吉でございます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の大吉チャンネルはパワースポット神社編ということで、北海道上磯郡木古内町木古内155-1、ここにあります、鮫川神社の映像を見ていただきたいんですけども、ここに祀られている神様玉依姫の御事、高見むす日の御事、甘味むす日の御事、羽化の御霊の御事ということになっております。ここをね、鮫川神社はね、結構毎年ニュースになるんで、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、有名なのがね、寒中みそぎということでね、1月の13、14、15と、ね、若い人が4人、13からもう1日に何度もね、水をかぶるんですね。寒い時にね、寒中みそぎですからね水をかぶって何度もかぶる。そして15日本番、ここでもね、朝から水かぶっちゃって、で、ご神体4体を持ってね、4人がね、それを持って海へね、入って寒中みそぎをするという、いつもね、これニュースになってやってますけどもね、そういう鮫川神社でございます。ここはね、神社町に属さない、結構道南の方はね、そういうの多いんですけど、北海道神社協会所属の神社になっております。ぜひ興味ある方ね、まだ間に合いますんで、1月暖かい格好して寒中みそぎ、見に行っていかがでしょうか。それでは鮫川神社の映像をご覧になってください。